はい、こんばんは、ユンです。ユンチャンネルです。今日もね、漫画の紹介をしていきたいと思います。というわけで早速、今日の選果からいきますね。じゃん。今更ながらの進撃の巨人。これ、一巻から、こちら、22巻まで、ちょっとね、まとめてドサッと買ってきました。近所のね、コミック1冊50円で売ってるっていう、とんでも店があるので、そこで22巻まであったので、で、ずっと欲しいなと思ってた漫画なので、これを機にちょっと買ってきました。で、内容に関してはもう説明するまでもないっていう感じですね。で、私自身は途中で多分14、5巻ぐらいまでしか読んでないので、きっと皆様の方が詳しいと思いますので、説明はなしでいきます。私自身ちょっと展開楽しみなので、これで今日の選果終わりまして、おすすめ漫画なんですけども、今日はねちょっと趣向を変えて漫画一冊じゃなくて、とくくり、一つのくくりっていうのでおすすめできたらなと思っております。で、何ぞやって言いますと、こちら、ででん。シスター・ジェネレーター。佐村博明先生の短編集ですね。というわけで、今日は佐村博明先生の短編集、短編をご紹介したいと思っております。なんでっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、佐村博明先生は私の中で松本二郎先生とのツートップで、本当大好きな作家さんなので、ちょっと、皆さんにも知ってほしいなと思って、ちょっと短編がねいくつか出てるのでご紹介したいなと思った次第でございます。で、このシスタージェネレーターは短編集なんですけど、中でね制服は脱げないっていう、シリーズをやってまして、で、サチとニューコっていう女子高生が出てくる、はちゃめちゃ日常コメディみたいな感じなんですけど、ぶっ飛んでます雑とかじゃなくて、これ佐村先生を説明するときにおける常套句って言っていいのかな、とにかくねぶっ飛んでますとりあえずすいません、次いきますね。で、お次がじゃじゃん、お引っ越しですね。これは短編でして、で、タイトルじゃないや、ジャンルをつけるとすれば、青春恋愛ものになるのかな。主人公の男がいて、で、惚れた女がいてっていう話がメインであって、で、やっぱりぶっ飛んでます。はい。で、お次が、こちら。ででん、ハルシオンランチ。こちらは1巻と2巻、2巻完結ですね。で、出てる、短編ですね。で、このお話、この女の子が実は宇宙人で、何でも食べちゃう。もう、ガッちゃんみたいな感じ。あられちゃんで言う。ほんと、鉄とかでも何でも食べちゃう。そんな宇宙人の女の子が現れて、で、それを取り巻く人間たちのはちゃめちゃを描いた物語になっています。でね、この女の子がね、何でも食べちゃうし、で、何でも吐いちゃうんですけど、その嘔吐するシーンがね、ちょっと、ツヤっぽく描かれてて、作者さんのね、癖がちょっと垣間見える作品になっております。で、やっぱりぶっ飛んでます。で、お次が、こちらですね。でん。ブラッド・ハーレーの馬車。これはさっきまでの短編集とは違って、かなり重いストーリーになっています。舞台が、孤児院なんですけど、で、そこにちょくちょくね、ブラッド・ハーレーっていう名家、大きい、有名なお家ですね。お金持ちの。から馬車がやってきて、女の子を引き取っていくんですけど、で、その孤児院の女の子たちは、ブラッド・ハーレー家に
もらってもらえればすごい幸せになれるって信じてこのブラッド・ハーレーの馬車を待ってるわけなんですけど、実はっていうお話で、正直言うとものすごく重くて、ものすごく胸クソが悪い、ちょっと苦手な方は読まない方がいいかなって思っちゃうぐらいにはちょっときついストーリーなんですけど、その重厚感がやっぱりこう心打つものがあったりとかあって、一応こちらもねちょっと今までとは趣向が変わりますけど面白い作品になっております。でお次、デレン、春風のスネグラチカで、これも真面目なって言ったらあれですけど、真面目なお話で、まあミステリー色を含んだロマンスものっていった感じのストーリーですね。でこの車椅子の女の子、まあ、両足を過去に失ってしまって、まあ、今車椅子なんですけど、でこの子の出生をまあ手繰っていくっていう物語になっております。すごいね、世界観とか雰囲気が良くて、これも読み応えのある一冊になっております。でごめんなさい、どこ行ったかな、次じゃん、こちら幻想ギネクラん国らしい、幻想ギネコクらしいですね、すいません神々で。こちらもハルシオンランチと同じように2巻完結で2巻まで出ております。これは短編集ですね。で1巻2巻ともにね、1話目がいきなり結構キャッチーで面白い作品なので、田村さん作品ちょっと読み慣れてないやーっていう方なんかにはちょっとおすすめかな。でこちらもね、前の方に説明した短編集よろしく、ぶっ飛んでますそれしか言ってない気がするんですけど。でごめんなさい、これ最初に出せばよかったですね。じゃじゃん、無限の住人、まあ、佐村博明っていう名前を知らなくても無限の住人って聞いたら、あれ知ってるかもっていう方もいらっしゃるんじゃないですかね。のキムタクが主演で映画もやってましたし、でアニメ化もされてます。でアニメ化はこの無限の住人、まあ真面目なお話なんですけど、結構要所要所でギャグが入ってるんですけど、アニメの方はそのギャグ要素を一切廃止して、っていうと聞こえが悪いんですけど、本当ジャパニーズクールっていう感じで、すごく面白い。原作中、まあまあ私のことなんですけど、原作中でもすごく楽しく見れました。なのでね、こちらアニメも合わせておすすめです。で、まあ無限の住人と今言った短編集で、今連載してるのだと、ちょっと前にアニメ化した波を聞いてくれとか、あとベアギルターっていう作品も佐村先生今現在進行形で書かれてるんですけど、共通してるのが強い女性が出てくるっていうのがあって、多分佐村先生自体そういう女性像を書きたいなと思って書かれてるんだと思うんですけど、で毎回私強い女性って言いますけど、まあ私の中で一応定義がちょこっとあって、例えば確固たる信念を持っているだとか、逆境にもくじけない強い心を持っていたりだとか、あと精神的に自立しているとか、そういった女性をね、私は強い女性って呼んでて、でそういう女性が活躍する漫画が好きです。でね、強い女性かっこ物理とかだったら、はぐれアイドル地獄編っていう漫画があるんですけど、それ見たらね、かっこ物理強い女性がいっぱい出てくるので、そういうのがお好きっていう方にはおすすめです。で内容的にはバキです。
結構そのうち紹介できたらなとは思いますけど、そちらも面白い作品なのでぜひぜひ読んでいただきたいですね。はい、というわけで今日佐村さんの短編集を紹介したんですけど、これもねネットがやっぱりすごいんですよ。今紹介した短編集で多分出てるの全てだと思うんですけど、これ全部ね試し読みできます。調べました。すごいなと思って、なのでちょっと興味持ったなっていう方はねぜひ読んでいただけると幸いです。で今日ごめんなさい、まとめボードを書くの忘れちゃったんですけど、おすすめポイントとしてはなんだろう、サブカル色が強い作品になってるんですけど、というのも多分佐村先生自身が音楽とか映画とかすごい詳しい方で、例えば漫画のねセリフの吹き出しの外の手書きのセリフってあるじゃないですか。あそこですごい古い映画のことをネタにしてたりだとか、そういうのが多々出てきて、それがねサムラワールドをなかなか味のある作品に仕上げてるというか、重要な位置を占めてるんじゃないかなと私は勝手に思ってます。そういうところをね拾っていくとね結構楽しいです。はい、というわけで今日の紹介はここまでで、前回昨日の動画でですね、私誕生日なんですって言ったんですけど、ツイッターの方ですごい皆様からお祝いのお言葉いただきまして、もう本当にありがとうございました。すごい嬉しかったです。で、中にはフォロワーさんでわざわざお祝いのイラストを描いてくださった方もいらっしゃって、それがまた可愛くてね、これ紹介したいんですけど、これスマホで撮ってるから、ちょっとスマホ映せないっていう。なのでちょっと、お見せできないんですけど、すごい皆様から祝福の言葉いただきまして、この場を借りて本当に皆様ありがとうございました。もうすごい嬉しい誕生日になりました。はい、というわけでね今日の動画はここで終了というわけで、皆様ここまでご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみに。バイバーイ。